お仕事を一緒に探してほしいってことですか？あ、そういうことです。え、そういうことなんですよ。まあ、新井さんの働かしてくれるところを募集するのは今は難しいなっていう、はい、そうですね。あ、この何でも屋として新井さんを派遣するっていう形でお仕事を募集すれば、そうですね、感じですごいありがたいです。それはできることであれば本当に何でも一生懸命やらせてもらいますね。本当にありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アルさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日いよいよ初仕事です。そうですね。何でも屋としての楽しみですね。もう新井さんにはもちろんご説明してあるんですけど、はいはい、本日最初のこの何でも屋としてのお仕事は、はい、東京案内です。はい。で地方の方から今日ちょっと女性が来られまして、はい、この女性が、まあ、新井さんに東京案内をしていただきたいということになってます。わかりました。で一応4時間ぐらい、はい、まあ、東京案内して、ね、報酬は5000円わかりましたっていう感じになります。はい、はい、ということで、はい、まあ、本日が貴重な第一歩目になりますけど、はい、大事ですね。緊張よりはちょっとワクワクしてますね。あ、本当ですか。楽しみです。カメラに向かって意気込みの方よろしいでしょうか。今日、第1回目ということで満足していただけるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。楽しみにしてください。じゃあ行きましょうか早速。はい、行きましょう。さあどうなることやら。で今から、はい、その方が、まあ、滞在しているホテルまでお迎えに行きますので、はい、そこから東京案内スタートって感じで。あ、はい、なります。はい、あれさん、はい、一応、まあ、東京案内ということで、はい、先方は昭和っぽい東京を見たいそうなんですよ、はいはいはい、っていうので、まあ、一応新井さんにいろいろ調べていただいたんですけど、はいはい、どういったプランで今日は進めていく感じですか。東京で結構古いところって言ったらもう浅草寺とか浅草あたりが一番いいんじゃないかなと思う。午後からなんで、まあ、4、5時間っていうところだとそこら辺が妥当かなと。じゃあ一応合流したらまず浅草に移動するって感じですか。そうですね。で浅草寺、はい、あとは、まあ、花屋敷行けたら花屋敷行って、はいはい、スカイツリー。なるほど。最新の。そこら辺がいいんじゃないかなと。まあ、そんな感じで行きたいと思います。わかりました。あの、こちらあの方。あ、そうだ、もちろんね、あの方ですね。あ、はじめまして、スーさんでよろしかですか。こんにちは。あ、すいません。どうも、はじめまして、新井です。こんにちは。よろしくお願いいたします。メールありがとうございます。全然です。今日はよろしくお願いします。いや、本当こちらこそよろしくお願いします。これちょっと、使えるかなと思って持ってきたんですけど。おー、すごいお皿じゃないですか。そうそうそう、そう。あ、お布団使っていただければなっていうのとか。あ、はいはいはい、ありがとうございます。穴開けてお湯入れて、はい、おすましなんだけど。はい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 、金沢の名産っていう。これは私たちの会社の障害者福祉サービスが事業所がやってるんです。はいはいはい、なのでぜひと思って。はい、でちょっとなんか手軽に食べれるかな。ありがとうございます。全然です。今日もお願いします。ありがとうございます。本当に今回ご依頼いただいて。お願いします。え、スーさん、はい、今日は、どちらから来られてるんですか。能登です。能登。能登、石川県。石川県。あ、たまたま娘が新宿の、会社に勤めてて、今日コロナでリモートで金沢の方に来てたんですよ、はいはい、で月に1回出張があって、あ、それについてこようと思ったって、アットホームチャンネルを見たら、そういうことがあったので、あ、じゃあ私も爪が仕事しとるし、はいはい、一人やから新井さんと一緒に思ったので、なるほど、アテンドしてもらおうかなと。で一応ご依頼いただいてた、はい、東京の、はい、昭和っぽい、昭和っぽいとこと、はい、そばか天丼を食べたいっていうのと、はい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 、銭湯に入りたい。銭湯に入りたい、はい、
あ、今日ちょっと浅草の方行ってみようと思ってたんですけど、はい、浅草って行かれたこと結構あるんですか。今ちょっとググっとったら思い出横丁っていうのがどっか、あれ思い出横丁って新宿、あ、ありますあります、あの辺もいいのかなと。あ、全然わからんくって。あ、じゃあちょっとその思い出横丁の方行きますか、はい。いや、本当そうですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。全然です。ちなみにどういった印象ですか、新井さんですか、はい、あとそういうお仕事されるって言って、はい、あ、ならって思ったんですよね。新井さんだけじゃなくて、なんか生き方とか、そういうのにすごい私自身が興味がある。もうちょいいですか。何に生き方とかね。生き方とかね。私、50歳なんですけど、はい、やっと50になって自分がずっと思っていたことが叶ったっていうか、ずっとホームレスの人と会いたかったんですよね。会いたかったっていうか、とか知りたかったんですよね、はいはい、知りたくて、でそういうチャンネルたまたま見つけて、アットホームチャンネル最初見たのは新井さんの動画ではなかったんですか。モカちゃんやったと思う。ああ、あの子やったと思う。で、あの本も拝読しました。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、すごいずん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 見てって、新井さんの場面を見て、なんかすごいなと思った。やっぱ知るって大事やなと思った。歌舞伎町はもう本当に入り口しか行ったことなくて。ここは入り口じゃないんですか。ここ全然中ほどですよ。中ほどか。ただだいぶあの綺麗になったことになったんですよ。あれ東宝のすごい映画館みたいなのができちゃったんですけど、ここは東宝シネマっつって今新しくできちゃったところなんですよ、映画館で。今あの東横キッズのたまり場。キッズはどこですか。キッズはいるんですか。ここはで暇だったら寝てるかもしれない。あの入ったことはないですけど、よく通ります。天ぷらそば、いっぱい引っ掛けた後、ちょっとこちらでそば食って、で風呂行きましょうか。はい、はい、行きましょうか。すいません、僕だけちょっと芋の水割り頼んじゃって、すいません、ごめんなさい。はい、すいません、今日はありがとうございます。本当にありがとうございます。いただきます。いただきます。青山さんっていつも芋の水割りから始まるんですか。そうなんですよ、僕芋水割りしか飲まないんですよ。すいません、僕言ってますけど、なんかあんまビール美味しいと思います。子供でした。でも最初の一杯うまいですよ。あ、そうなんですか。最初の一杯うまい。美味しいね。あとは元々の配管の仕事が6月の戻ってって東京は合わないんですか。ちなみにこれが今回新井さん初めての仕事なんです。そうですよ。何でもやっとしたの。第1回目の仕事なんです。初仕事じゃないです。ありがとうございま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 す。でもね、すごいね。つーさんは東京にはどれくらい滞在されるご予定なんですか。2泊3日なので。はいはい。でもなんかリモートで仕事をやっているので2泊3日で東京に来てるのかな。毎月コロナがあってから。
娘さんにはもちろんお伝えになったんですよね、この今日これ、はい、そしたらもう位置情報を選べたり、はい、心配してですか。そう、本当に大丈夫なんだ、本当に。娘さんはアトムチャンネルは見てらっしゃらないですか。娘の彼氏が、その彼氏の方が見ていて、なんでも屋ですよね、今朝話しとって、嬉しい。なんか更新されてましたよね、アトムチャンネルに言ってて、娘を見てないみたいな。あ、そうですか。大丈夫なの？大丈夫なんかみたいな。いや、まあ、でも、でも不安はあります、ね、僕が娘さんでも心配になります。そんな500万、1000万の詐欺には合わんだろうって言って、いや私もこんな初チャレンジだから。いや、すごい勇気ですよね、でも。から出てこられて。俺、なかなかできないと思うんですけど、結構、ゆっくりで。しかも、自分の知ってる街じゃないじゃないですか。ね、そこで、これにご依頼いただいて。いや、それは怖いですよ。どうせならチャレンジしてみようって思うっていうのが、まあ、こんな仕事もしてるし、毎日毎日なんか、それが嫌やってわけじゃなくて、望んでしたことなんだけど、たまに疲れるんですよ。まあ、もうそういう時は、東京来ていただいて、メビいただければ、また。新井さんにお会いして、まあ、2時間ぐらいが経過しようとしてますけど、どうですか、この東京観光は。全然いい。全然酒飲んで終わるって。この家と同じとこでお酒飲んでるだけですけど。あ、全然いいです。大丈夫ですか。全然大丈夫です。楽しんでいただけてますか。全然です。なんかすごい、全然いい。よかった。全然いい。本当いい。なんか本当になんかお酒飲める人でよかったなって思う、うん、でもこの後天ぷらとそば食べて。それは食べません。あ、まあ、食べない。食べないことにします。銭湯は行くんですよね。行きません。あ、銭湯ひたすら飲みでも行きましょう。わかりました。全然、いやいや、もうそれをご依頼いただいた方がね。今の飲みで行きたいなってやる。どうですか、これでいいですか。いや、もう全然、もうこっちとしたら全然 OK です。断る理由は何もない。もう何もないです。もう今日はね、ご希望通りの飲みで行きます。全然飲みましょう。ということで、今ちょっとスーさんがお手洗い行かれたんですけど、ええ、どうですか、今のところは。第1回目って言ったら最高じゃないですか。最高ですか、ええ、ちょっと昼間から酒飲めるし、すなんかね、すごいいい人で、今日最高です、今のところ。今のところ、でもスーさんもすごく楽しそうにしてくださってますよ。それがちょっと助かってます。ただ、その新井さんが準備していた昭和プランが全然採用されてないんですけど。もう全然関係ありません、そんなの。スーさんが満足してくれれば、まあ、間違いないです。間違いない。全然事前にこちらがこんな提案どうですかっていうことがやっぱ重要だと思うので、そういう意味で新井さんのサイトでいろいろ調べていただいたら、すみません、問題ないと思います。逆に自分にはすごい楽しいです。あ、本当ですか。お酒も進んで本当ありがとうございます。まだまだ続きますよ。引き続き頑張りましょう。はい、すいません、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、あれさん、あれさん、こっちです。人がすごい、本当に。だからやっぱ夕方になってくると結構ね、すごいですね、人がね、増えてくるんで。ただやっぱりこの時間なんで、さっき閉まってたところが。さっき閉まってましたもん、うん。あ、やっぱ東京といえば、もんじゃ焼き。あ、はいはいはい。もんじゃ焼き行きますか。はい、行きます。こちらあります。はい。え、もんじゃ焼きって大阪じゃない。あれ東京ですよ。行きましょうか。大阪なんだ。はい。
じゃあ3軒目ですかね。3軒目です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これをもんじゃ焼きですね、これが。もうこれで OK です。隅っこから食べるんですよ。もう大丈夫ですよ。ちょっと押し付けながら、はい、こんな感じで こそげながら、はい、どうですか。試食じゃないんですよ。試食じゃないです。美味しい、美味しいですか。味がついてるから。美味しい。これに駄菓子屋だとベビースターって知ってます？うん、知ってます。あれ入れるんですよ。イカとか肉とか入ってないですよ。だから駄菓子屋で出たやつ、それで30円とかで、あのこんなお椀に。こちらをもちまして、はい、新井さんの何でも屋、はい、初仕事を終了させていただこうと思ってるんですけど、はい、須さん、はい、いかがでしたか。いや、とっても面白かった。楽しかったし、助かった。結局東京案内と言いつつお酒を一緒に飲むだけになっちゃっていや、でもそれでも十分な案内じゃないかなと思うんですけど。本当ですか。え、じゃあ満足度は。満足度10のうち10、はい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。星10ですよ。全然私が嬉しい。いや、ありがとうございます。ちょっと第1回目、はい、こういう感じでしたけど、自分も大変満足です。私も満足です。めっちゃ満足。めっちゃ満足。いや、よかった。本当によかったです。よかったよかったですね。柔軟に対応してくれるっていいよね。でもそこら辺はね、希望最大限お客様のね。本当です、本当です。ありがとうございます。あ、ということで、はい、こちらが本日のありがとうございます。誰ということで、逆に楽しんでしまったんですけど、いや、大丈夫ですか。楽しかったです。あ、本当ですか。本当です。本当ありがとうございます。ありがとうございます。また機会があれば、全然全然。またなんか東京とか、またお邪魔させてください。そうですね。今度はちょっと別のところでね、飲みたいですね。本当に。いや、すみません。本当にありがとうございました。ありがとうございました。またまた連絡させてください。本当ありがとうございます。本当にありがとうございました。それでも懐かしながら生きたい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 生きて思い出して。ということで、新井さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ランデム屋として初仕事が今日終わりました、はい、いかがでしたか。最初ということで若干不安もあったんですけど、もちろんもちろんもちろん、はい、スーさんにお会いして飲みということで緊張もほどけて素でいけたと思うんですよね。で、逆にそれが良かったのかなっていう感じもします。今日は本当にまあ何回か言ってると思うんですけど最高でした。こういうのが何回かあればいいなっていう感じで。なるほどなるほど。まあないでしょうけどね。まあまあね、そんな甘くはないですからね。ねえ、ホストじゃないんですからね。スーさんも満足していただけたっていうことで。いや、スーさんでも楽しかったってすげえ言ってくださった。そこら辺もね、本当にね、ホッとしてます。うん、よかったなと思って。うお、5000円でございます。本当にいいのかな。この5000円、マジですげえ貴重な5000円ですね。なんか本当にね、こんなことで5000もらっていいのかなっていう、あれも罪悪感もあるんですけど、第1回目としてはもう100点満点で、私としては大満足です。いやー、とりあえず第1回が終わりました。ほっとしましたね。この調子ででももう本当に今30件ぐらい来てるんですよ、依頼が。わかりました。なので、まあ、ちょっとペース上げてどんどん依頼を受けていきましょう。いや、本当に今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。貴重な第1回です。生きたい生きて
情けなくて、そんな日でも。